こんにちは、ココです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画では2021年4月の運勢を占っていきたいと思います。今回占うのは牡牛座さん、乙女座さん、山羊座さん、この3つの地の星座さんに関してタロットカードとオラクルカードを使って4月の運勢を占っていきたいと思います。こちらのチャンネルではタロットカード、オラクルカードを使ったリーディング、占いの動画ですとか、新しいデッキの開封動画なんかもアップしています。ご興味がある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。では早速2021年4月の開運日をご紹介していきますね。まず新月、満月なんですけれども、新月が4月の12日月曜日にあります。これはお羊座の新月ですね。そして満月は4月27日火曜日になります。これはサソリ座の満月になります。そして4月はですね、そんなに目立った開運日っていうのはないんですけれども、あえて言うと4月の3日土曜日ですね、この日が身の日と大安が重なる日になっています。身の日っていうのは金運財運にいい日とされているんですね。身っていうのは干支でいう蛇にあたるんですけれども、蛇っていうのは財運金運のね象徴とされていますし、あと弁財天様の使いのね動物というふうにも言われていますので、この日はですね、金運アクションをしたりとか、新しいお財布を新調したりとか、弁財天様のところにお参りに行ったりとか、銀行口座、新しい銀行口座を開設したり開業したり、そういったことがねすごくいい日というふうにされています。金運に関わることで新しいことをね始めたり、新しいものを新調したりっていうのがすごくいい日になっていますね。でそれが大安と重なっているので、その効果が倍増しているという形になります。であとはですね、一粒万倍日とかそういった一般的な開運日っていうのはあるんですけれども、4月はどちらかというとですね、個人個人で結構得られる結果っていうのが、まあ、結果というか運の流れですよね、変わってくる兆しじゃないかなというふうに思います。まあ、4月っていうのは春ですし、新芽が芽吹くエネルギーがすごく溢れているんですね。でそれと同時に私たちのその今まで種植えをしてきたことがですね、芽が出てくる、そういう時期になってくると思います。なので今まで私たちがどんな種を植えていたかによってですね、どんな芽が出てくるのかっていうのがそれぞれ変わってくるんですね。それによってでそれぞれの現実が変わっていくというか、新しく出た目に基づいて展開されていくという風になっていきますので、結構ですね、個人色が強くなるんじゃないかなという印象を受けています。特にこの時期は冬の間に隠れていたりとか抑えられてきたエネルギーが表面に出てくるので、現実的には結構忙しい方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、4月ですしね、新年度の始まりなので環境が変わったりとか、新しい同僚とかクラスメートになったりとかでですね、結構自分のペースが乱されるような感じになることもあると思うんですね。なんですけれども、この時にですね、自分の現実にどんな目が、ね、出てきているのかっていうのはしっかり見ておく必要があると思います。でもしも不本意な目が生えてきたとすれば、それはですね、自分でちゃんとこう目の内から摘み取って、これはいらない目だからっていう風に処理していくと、今後ねそれが大きくなって手がつけられなくなるっていうことも防ぐことができると思いますので、この時期ね、自分の現実にどんな目が出てきているのかっていうのをちゃんと見ておく必要があると思います。でそれによってですね、今まで自分がどんな種を植えてきたかっていうのを知ることができるんですね。種っていうのは、まあ、これは比喩的表現なんですけれども、厳密に言うと自分がどんな波動を発していたか、それが結局種になるんですよね。で自分がどんな波動を発していたかっていうのは、自分という存在が発する波動全ての総合的なものになります。なのでこの体も固有の波動を発していますし、この体の中にどんな食べ物を入れるのかっていうのでも波動が変わってきますし、私たちがどんな思考をしているのか、どんな感情を抱いているのか、そして私たちの意識も波動を持っていますので、こういったものの総合したものが私たちの放つ波動ということになります。なので今までの自分の状態っていうのが浮き彫りになってくる時期なんですね。なのでこの時期はね、しっかりと自分の状態を確認するという意味でも自己観察、気をつけていただくといいんじゃないかなと思います。でそれぞれの運勢はですね、これから見ていくんですけれども、具体的にどうやって運勢を見ていくかというと、4月をざっくりと前半後半に分けて見ていきます。前半っていうのは4月の初めから12日前後ですね、この新月前後までをざっくりと前半とします。
で、この時期っていうのは月が満月から新月に欠けていくエネルギーなので、こちらに新月のカードを置いています。そして後半っていうのは12日の新月前後から月末までですね。この後半っていうのは月が新月から満月に満ちていくエネルギーなので、こちらに満月のカードを置いています。なので例えばこちらは乙女座さんの4月前半の運勢、後半の運勢というふうになります。こちらのカードは便宜上置いているだけなので、元々のカードの意味とは違うという点をご了承ください。そしてこちらのリーディングはジェネラルリーディングになります。一般的なリーディングですね。基本的に太陽星座、月星座、アセンダントの星座に対応しています。この3つに関してよくわからないっていう方はですね、概要欄に説明を載せていますので、ぜひそちらもご覧ください。普通にお誕生日に基づいた星座のメッセージをご覧いただくのでいいと思います。なんですけれども、ジェネラルリーディングですので、もしもそちらのメッセージがですねしっくりこないなっていう場合は、他の月星座またはアセンダントの星座のですねメッセージも確認していただくと参考になるんじゃないかなと思います。そしてこの動画の最後にですね、今回使用するデキさんのご紹介をしています。コメント欄と概要欄にタイムスタンプを貼っていますので、気になる方はそちらのタイムスタンプからぜひご覧ください。ではリーディングを始めていきます。では牡牛座さんの4月の運勢を見ていきますね。まずは4月全体を通したテーマをこちらのオラクルカードというかタロットカードで見ていきたいと思います。こちらですね、 3 of trees。 こちらはジャンプですけれども、戻します。 3 of trees、 ペンタクルの3に当たるカード、逆位置で出ましたね。このラベンダー畑っぽいのがねすごく綺麗なんですけれども、なるほど、こちらはね逆位置で出ましたね。そうですね、こちらは、ペンタクルのカードであるので物質的な、ね、ことを表しているのではあるんですけれども、この場合のペンタクルの3っていうのはですね、三位一体の協調なのかなと思います。魂の面でいうと三位一体っていうのは体とマインドと心、この3つだと思うんですね。なのでこの3つを協調させてというか、一緒に働かせてですね、そして現実を作っていくっていうのがこちらのテーマになってくるんじゃないかなと思います。なんですけれども、こちらね逆位置で出ているっていうのもありますので、そのためのまずは一歩を踏み出すみたいなね、そういう形になってくるんじゃないかなと思います。でそのための一歩っていうと、まずはですね、その自分の思考というか、波動ですよね、自分が発している波動が自分の現実を作り出しているんだっていうことをね理解することから始まるんじゃないかなと思います。そこの理解をすることができて、初めてですね、その自分の人生を思い通りに形作っていく、構築していくっていうね、その手綱を握ることができると思うんですよね。最近では結構ねスピリチュアル的な知識も一般的に浸透しつつあるので、引き寄せの法則とかですね、思考が現実化するとかいうのを聞いたことがある方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、それは本当なんですね。でもちろん思考も現実化しますし、もっと言うと思考も含めた自分が発している波動が現実を作るんですね。でもちろんタイムラグがあります。この世っていうのは3次元の世界なので、エネルギーが、波動がですね、実際に現実として現れるまでにタイムラグがあるんですね。なのでその今この目の前にある現実っていうのが、実は少し前の自分が発していた波動が作ったものであるっていうのがね、この宇宙の法則なんですけれども、ここにタイムラグがあるがゆえにですね、この相関性がよくわからなかったりするんですよね。もしもこの今の自分の波動の状態が今すぐに現実に現れるんだったら、もっとね分かりやすいと思います。例えばその自分が怒ったりとかですね、なんかそういう
怒りの波動を発した時にそれがですね現実にすぐ反映されて何かこう物が壊れたりとかですねそういう形になるとすぐに分かりますよね、まあ、そういう場合もあります。インスタントカルマとかってね呼ばれたりするんですけれども、でも普通はこれタイムラグがあるんですね。なのでこの今の自分の目の前にある現実っていうのが例えば5年前の自分の波動が作り出したものであったりとか10年前の自分の波動が作り出したものであったりとかそういうことも十分あり得るわけなんですね。だからこそこの相関関係因果関係が分かりにくくなっているんですけれども、でもですねこれを頭で理解するのではなくって感覚的に理解していくっていうのがね今月のまあ課題というかテーマになってくるんじゃないかなというふうに思います。でこの相関関係というか因果関係ですよね、昔の自分の波動と今の自分の現実の間に相関関係があるっていうのがですね、まあ一般的には分かりにくいんですけれども、これもですね探っていく方法があります。それは今の現実に現れている現状を見るわけですね。でまあ、それがいい現状である場合は自分にとって好都合というかいい現状なので改善する必要はないと思うんですけれども、それが悪い現状であった場合、例えば人からね嫌なことを言われたとかなんかそういうネガティブな感情になったことがあるとしますよね。でその時にですね自分がどんな気持ちになるかにフォーカスを当ててみるといいんですね。でこれと同じようなことをですね以前に感じたことがあるかっていうふうに考えていただくと必ずですねこれは新しい感情ではなくて似たような感情を過去にも感じていると思うんですよね。でその似たような感情を感じるシチュエーションっていうのがね過去にあったと思うんですけれども、それがですね今の現状にすごく似ている可能性が高いと思うんですよね。でそうなると、あ今のこの状況っていうのはポッと湧いて出たわけではなくって同じような状況が過去にもあったなっていうふうにね認識することができると思います。もっと遡っていくとですね、この元々の原因の種っていうのはだいたいその6歳とか7歳8歳それぐらいまでにですね経験していることであることが多いんですよね。なのでそこまでね記憶が戻れる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、そこまで戻れなくても大丈夫です。そのとにかくこの自分の今の現状が隔離された個別の現象ではなくって昔の自分に由来しているっていうことがね認識できればいいと思います。でそうするとじゃあ今の自分の波動が未来の自分の現実を作っていくんだなっていうことが実感できると思いますの でそうするとじゃあ今のね自分の波動に気をつけよう、自分の思考とか感情とかあとは体にね気をつけよう、食べ物に気をつけようとかってね思えるわけなんですよね。そうやって実感していくっていうのが4月のテーマになってくると思います。はい、ではこちらに置いておきますね。では4月前半の運勢を見ていきます。まずはオラクルカードを2種類引いていきますね。こちらです。パチャママですね。これはアンデスというか南アメリカのね女神様だと思うんですけれども、こちらが逆位置で出ましたね。で、はい、こちらです。コンパッションカードですね。逆位置で出ました。なるほど。ではタロットカードを引いていきますが、こちらかなりサイズが大きいのでシャッフルがぎこちなくなるかもしれません。はい、こちら The Hermit Hermit のカードですね。忍者のカードに当たります。聖地ですね。なるほど、なかなか興味深いですね。パッション、ですね、こちらのカード全部に共通しているのが地のエネルギーなんですよね。こちらもですね地球が映っていますし、あとですねこのパチョママっていうのも確かですねちょっと記憶は定かではないんですけれども、地球に関係する神女神様であったと思うんですよね。
なの でしかもこの忍者のカードっていうのも乙女座さんのカードなので地の星座さんですよね。なので全体的に地の、ね、エネルギーが強くなっているのが前半なんじゃないかなと思います。でその地の中に潜っていくようなこちらのね忍者のエネルギーなので、自分の内面に向き合っていくっていうのがね大きな前半のテーマにはなってくると思うんですけれども、まあ、テーマというか前半の課題ですねになってくると思うんですけれども、やはりこちらのねテーマを取り組んでいくにあたってですね、その自分の現状をじっくり見つめてみるっていうことが必要だと思うんですね。でその現状を客観的に把握する、でそれはその現実に何が起きているのかっていうのを客観的に見るっていうのもそうですし、自分の反応ですよね、それに対する自分の内側で何が起きているのか、その現実からどういったその刺激を受け取っているのか、つまりそのどういうね感情がその現実によって引き起こされているのかとかですね、でそれによって自分の思考がねどういうものであるのか、それをしっかりとね見ていく必要があるのかなと思います。でそうやって自分の状態をですね客観的に捉えることができると、昔のねその自分の波動にトレースしていくことができると思うんですよね。その時間をこの巻き戻してですね、今のこの現実現状を作っている原因は何だったのかっていうふうにね、この時間を遡っていくことができると思うんですね。でおそらくその時間を遡るときにですね、こちらのパチャママのエネルギーがサポートしてくれるんじゃないかなというふうに思います。こちら逆位置で出ていますので、積極的というかダイレクトな干渉という形ではないと思うんですけれども、おそらくですね何らかのインスピレーションとか直感とかですね、パッと浮かんだりとか必要な、ね、情報がこうパッと目に飛び込んできたりとか、必要なものはおそらくねこちらの女神様がもたらしてくれるんじゃないかなというふうに思います。なのでその前半はですね、その自分がやるべきこと、その今を深掘りしていく、現状をしっかり見つめて、そして自分の状態もしっかり見つめてっていう風にしていくと、その過去に遡っていくっていうのはですね、自然とサポートが入ってできるようになるんじゃないかなと思います。でその時にですね、このコンパッションのカードすごく大事になってくると思いますね。まあ、コンパッションっていうのは、共感したりとか、その相手の気持ちを理解するっていうことですよね。まあ、同感したりとか、相手の気持ちを理解したりとかですね、そういうことを表しているんですけれども、これはですね、その自分の現状を見つめるときにすごく役立ってくるというか、大切になってくるカードなんじゃないかなと思います。つまり、その現状が不本意であればあるほどですね、誰かを恨みたくなったりとか、そのね、例えば直接の原因になっている人を恨みたくなったりとか、自分自身を恨みたくなったりとかですね、神様を恨みたくなったりとか、そういうことってあると思うんですよね。特にその現実が悲惨というか不本意なものであるほどですね、そういう負の感情って湧いてきやすいと思うんですけれども、そこにその執着というか気を取られてしまうと、そこから先に進めなくなってしまうんですよね。寄り道しているような感じです。ここっていうのは通過点に過ぎないんですよね。現状を把握するっていうのは、でここに留まるのが目的なのではなくって、そこから過去の原因にですね、その原因となっている波動にトレースをして、そしてここの因果関係を見つめてですね、これが原因でこういう結果になっているのか、じゃあこの結果を変えたかったらここの原因の部分を変えればいいんだなっていうふうに分かるわけですよね。で昔の自分の波動を変えることはできないんですけれども、今の自分の波動を変えることはできると思います。そしてその昔の自分の波動と今の自分の波動ってね、結構関連性があると思うんですよね。人間っていきなりねその180度変われる生き物ではないので、その昔の波動のまま今もねずるずる来てるっていうことが結構あると思うんですよね。
だからこそこのね現状が続いていくっていう風になるんですけれども、ここで昔の波動をもう手放すと、これを変えるっていう風に決めれば今の波動を変えていくことは十分可能なんですよね。そして今の波動が変われば自分の未来の現状も変わってくるということになりますの で、そうすると今の波動を自分で選ぶ、作っていくことによって未来を変えていくことができるということになります。なので、今のここの目の前にある現状っていうのはただの、材料というか現状を把握するための材料に過ぎないんですね。だからここにですね、あまりその負の感情を抱いたりとか執着をね感じてしまったりとかね、怒りとか恨みをね感じてしまったりっていうのは本末転倒になってしまうので、ここはですね、こういうふうに自分に現状を見せてくれてありがとうございますっていうふうにね感謝をするようにするといいと思います。心からそう思えなくてもですね、言葉で言っているだけでもですね、その言葉っていうのは言霊があるので、そこから引きずられるっていうのがあるわけなんですね。なのでまずね、その感謝をして、あとはできるのであればコンパッションですね、その今の現状とか自分の状態にですね、ただそのままをですね受け止める、そのままを認めるっていう風にすればいいと思います。それがこちらのねコンパッションのカードのアドバイスになると思います。では4月後半の運勢を見ていきますね。またこちらのカードを引いていきます。はい、こちらは The Sweat Lodge ですね。こちらが逆位置で出ました。はい、こちらはグリービングのカードですね。逆位置で出ましたね。はい、こちらですね、プリンセス・オブ・ハーツ。このカードね、よく出ますね。カップに当たるカードなので、カップのね、ページに当たるカードになります。ではこの3枚でね見ていきたいと思いますが、後半はですね前半の流れを受けて、現状、前半はですねその現状を把握するっていうことですよね、そのまま受け止めるっていうことだったんですけれども、そこから一歩進んでその過去の自分の波動にトレースしていくっていうのがね、後半は結構できてくるようになるんじゃないかなと思います。でその時にですね、こちらのプリンセス・オブ・ハーツのカードが出ていますので、頭で理解しようとしないっていうことが一つあると思います。これはね、ハートのカード、カップのカードなんですけれども、ハートのカードなので、やはりその心で直接理解するっていうことがすごく大事になってくると思うんですよね。なのでその論理的というか、その頭では理解できなくっても、なんとなくそのハートが腑に落ちるというか受け入れていることってあると思います。頭でそのなんでね腑に落ちるんだって説明できなかったとしても、ハートでね直接理解できることってあったりするんですよね。ハートっていうのは第二の脳というふうに言われています。でそのハートにもですね、脳と同じような働きがあるっていうのがですね、最近の研究でですねだいぶ分かってくるようになった、なっているんですけれども、例えばそのハートにもですね記憶があったりするんですよね、脳と同じように。そしてそのハートっていうのは脳が情報処理をするように、ハートもね情報処理をしているというふうに言われています。でしかもそのハートの情報処理量の方がですね、脳の情報処理量を上回るとも言われていまして、なのでその脳が処理できない、理解できないようなこともですね、ハートだと理屈抜きにですね理解できるっていうこともあるようです。ただハートからの信号というか声ですよね、脳からの信号っていうのはすごく分かりやすいんですよね。そのマインドのね声とかってすごく分かりやすいと思います。その自分がね何を考えているのかっていうのはすぐにね分かると思うんですけれども、自分がハートで何をね感じているのか、キャッチしているのかっていうのはですね、マインドの声ほど分からなかったりするんですよね。
だからこそ耳を傾けることが必要になってくると思います。意識して声を聞こうとするっていうことですね。ハートの声を聞こうとするっていうのがすごく大事になってくると思います。でこちらの2枚のねオラクルカードなんですけれども、結構ね両方とも逆位置で出ているっていうのもあって、関連性がねあるのかなというふうに思います。特にこの The Sweat Lodge っていうのは、サウナみたいなねものを想像していただくといいと思うんですけれども、なんかですねその儀式で使われていたらしいんですよね。そうやってそういうところでねその発汗を促して、でそれで儀式を行っていたみたいなんですけれども、それって結局、デトックス効果ですよね。発汗っていうことはデトックス解毒作用がありますので、そういった感じでですねこまめにデトックスしていくのってすごくね重要なんじゃないかなと思います。つまり頭の中のデトックスであったりとか、体のねデトックスとかで、そういうのを通してですね一度まっさらな状態にして、そうすることでハートの声が聞こえてくるようになるっていうことですね。でそうするとですね感覚的に自分の今の波動が未来の自分の現実を作っているんだっていうことがね分かってくるようになると思いますので、こちらのグリービングのカードはですね、グリービングっていうのは亡くなったものを嘆いたりとか、よくね故人を偲んだりとか、亡くなった方のことを考えて悲しんだりするのをグリービングっていう風に言うんですけれども、これもですねある意味、デトックス効果があると思うんですね。そうやって、涙を流したりとかですね、昔を悲しんだりとか過去のことを考えてですね悲しんだりとかで、それって感情をね表現しているというか出しているということになりますね。でそれがデトックスになると思います。つまりその感情をフルに感じるっていうことですね。今の不快な感情とか今の不本意なね現状から、自分がどういうね気持ちになっているのかとか、そういうのから逃げ出さずにですね向き合う、ちゃんと感じきることによってデトックス効果っていうのもあると思います。感情ってですね逃げるともっとね大きくなって追いかけてくるところがあるんですよね。でもどんなに嫌な感情であってもちゃんと真正面から受け止めることによって結構ねすぐに収まったりするので、そういった感じで今の自分が心の声を感じる、聞き取るのにですね邪魔になっているそういった不快なね感情とか頭の声とかですね、そういったものに正面から向き合うことによってもデトックスっていうのはできていくようになると思いますので、でそうするとそういったね邪魔な声というかノイズが小さくなってくると思います。でそうすることによってこちらのねテーマも達成しやすいようになるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にされてください。では最後にお牛田さんにですね1枚薬カードを引きたいと思います。4月は心身ともにですね疲れが溜まりやすかったりすると思うので、こちらを1枚引いていきますね。はい、こちらラッキーブルーのカードですね。肩甲骨の歪みを調整、姿勢を整える、思考をクリアに。なるほど、いいですね。こちらのねカード他の星座さんでも出ていたんですけれども、主にですねその体の歪みに関係してくるのかなと思います。体が歪んでいるとですねそのエネルギーの通りが悪くなるんですよね。で私たちの体っていうのはその宇宙エネルギーを取り込んで、でそれが体中を循環してまたね外に出ていくっていう、そういうサイクルもありますので、この宇宙エネルギーを滞らせないようにするっていうのがねすごく大事になってくると思います。なのでこちらの薬絵をですね眺めていただくと、この体のね歪みが取れてきたりとか、自然とこう背筋がね伸びてくるような感覚もあるんじゃないかなと思います。でそれに伴ってエネルギーがねちゃんとこう通るようになると思考っていうのもクリアになってくると思いますので、こちらね特に疲れがね溜まった時とか、身体的な疲れでも精神的なね疲れでもいいと思います。そういう時にエネルギーのね流れがその歪みによって滞っている可能性が高いので、こちらのね薬へ
ご活用いただくといいと思います。スクリーンショットとかでねご活用ください。ということで以上になります。はい、では乙女座さんの2021年4月の運勢を見ていきたいと思います。まずはですね、4月全体を通したテーマをこちらのオラクルカードといいますかタロットカードで見ていきたいと思います。はい、こちらですね、 Two of Lotus、 カップの2に当たるカードですね。こちらのねカード他の星座さんも出られてたんですけれども、すごくね今の時期に合ってるカードなんじゃないかなと思います。まあ元々のねカップの2の意味っていうのは愛情のエネルギーの交換ですよね、まあ、循環、その2人の間で、まあ、あの恋人同士でもそうじゃない人でもいいんですけれども、あの自分と他人との第三者との間でエネルギーをね、愛のエネルギーを循環させていくっていう、そういうことを表しているカードです。でこちらもですね、あのそういった愛の循環っていうのを表すカードではあるんですけれども、まずその一歩としてですね、自己愛っていうのが強調されてくると思います。でこちらはね正位置のカードなので、まあ自己愛もそうですし、そしてその自分の中にある愛情、愛のエネルギーをですね周りに外界に循環させていく、まあ、それもねあの同じぐらいテーマとしてあるとは思うんですけれども、まずはやっぱり自己愛だと思うんですね。自分を受け入れる、そして自分を愛する、そうすることによって人も受け入れることができるようになっていきます。人って結構あの周りからのですね、第三者からの愛情を、愛のエネルギーをですね受け取らないように拒んでいる場合っていうのがあるんですよね。でそれは何でかっていうと、自分自身を受け入れられていないからですね。自分を受け入れられないと第三者、周りも受け入れることができないんですね。なぜならば周りの人っていうのは自分の鏡だからです。だからこそまずは自分で自分を受け入れていくっていうことが大事になってきます。なのでその自分自身にですね優しくするっていうのが4月はすごくまずね一歩として大事になってくると思いますね。で、あの結構ね日本人の場合はあんまりその優しくすると甘やかすとですねつけ上がってしまうっていう風に考えられがちなんですけれども、甘やかすのと優しくするのってまた違うんですよね。で特に自分が傷ついている時とかですね、精神的に傷ついていて本当はあの癒しが必要なのに、あのそういう時ほどですねさらに自分で自分にとどめを刺してしまうことってあったりするわけなんですよね。そういう時なんかはねすごくわかりやすいんじゃないかなと思います。自分が傷ついている時ほどあの鞭を打つのではなくって、ちゃんと自分にですね自分をいたわってあげる、自分を逃がしてあげるっていうことですね。追い詰めるのではなくて逃げ道を作ってあげる、そして傷が治るように、心の傷が治るようにケアしてあげる、そういう風にねしていくといいんじゃないかなと思います。一番ね分かりやすいところから始めるとすれば、やはり自分が精神的に弱っている時ですよね。そういう時に鞭を振るうのではなくって自分に優しくしてあげるように、そこからね心がけていただくといいんじゃないかなと思います。そうするとだんだんですね自己愛、自分を愛するっていうのがどういうことなのかね分かってくるようになるんじゃないかなと思います。でそれがあの慣れてきたらというか感覚がつかめてきたらですね、今度は周りからの愛情を受け取ったりとか、周りに同じようにですねそういった優しい心遣いをかけてあげるとか、そういうことをねするようにするといいと思います。そうやって自分の中で満ちている愛情、愛のエネルギーをですね外にも周りの人にも受け取ってもらうし、周りからも自分が受け取るっていう風にしていくと、どんどんね愛のエネルギーが回るようになってくると思います。でそうすると人間関係がね改善されたりとか、全く新しい人間関係を引き寄せたりすると思います。でそうすることによって人間関係が変わると、もう人生が変わっていくことになりますよね。
ね、人生ってほぼ人間関係で決まると思うんですけれども、特に幸福度とかですね、やはりどんなにお金とか物がねあったとしても、人間関係がすさんでいては本当にね、人間って幸せ感じられないと思うんですよね。なのでまずはね、その自分の身近なところから、自分の中からまず自己愛から始めて、そして身近な人にその自分の愛のエネルギーを循環させるっていう風にしていくとですね、人間関係がガラッと変わって、人生も変わってくるようになるんじゃないかなと思います。ではこちらに置いておきますね。では4月前半の運勢を見ていきます。まずはオラクルカードを2種類引いていきますね。はい、こちらウォーレルのカードですね。正位置で出ました。はい、こちらバウンダリーズのカードですね。なかなか興味深いですね。なんかね、一見して正反対にも見えるカードです。ではタロットカードを引いていきますが、こちらかなりサイズが大きいので、シャッフルがねちょっとぎこちなくなるかもしれません。はい、こちらは10 of Wands、 ワンドの10のカードですね。ワンドって初めて出ましたね。今回ねワンドがまだ1枚も出ていなかったので。そうですね、まず前半はですね、自己愛から始めるのかなという感じがします。まあ、これはですね、その愛のエネルギーの循環を表しているので、自分の中だけでね完結するわけではないんですけれども、でも先ほどもご説明した通り、まずは自分でね自分を受け入れられないと周りも受け入れられないっていうところでですね、まずは自己愛から始めていくことになると思います。でおそらくですね、その今いっぱいいっぱいになっていることですよね。なんていうか、そのまあ精神的にもそうですし、その魂にですね、こう重りのようにのしかかっていること、自分でその背負ってしまっていることですね。それは責任であったりとか、まあ物っていうよりはやっぱりそのエネルギー的なものだと思いますね。その責任であったりとか、自分の役割、自分はねこういう人だからとか、こういう性格だからとか、こういうことをしないといけないからとかね、そういった自分に課している重荷をですね、これから下ろしていく必要があるのかなと思います。もちろん必要のないものからね下ろしていくっていうことですよね。でそれが結局ね、このバウンダリーズのカードにもつながってくるのかなと思います。バウンダリーっていうのは境界線のカードですよね。で今はおそらくですね、その自分でちゃんとこの線引きができてない状態なんだと思いますね。だからこそ、その必要のないものも背負ってしまっているっていうね、そういう感じなんじゃないかなと思います。だからこそ、そこをですね、線引きをして、必要なものと必要でないものに分けてですね、いらないものはもう重荷を下ろしていくっていう、そういうことが必要になってくると思うんですけれども、こちらね水のカードも出ていますので、多分ですね、とてもね興味深い現象が起きているんじゃないかなと思うんですけれども、おそらくその対人関係というか、その周り、社会とか他の人とか、そういう対外側の部分ではおそらくですね、線引きができてないんだと思うんですよね。でもそれに対して対内側、つまりその自分自身との関係であったりとか、自分自身の内側にこう潜っていくことであったりとか、おそらくねその部分で線引きがされているんじゃないかなと思うんですよね。この水っていうのは線引きとか境界線とか、そういうの関係ない物質なんですよね。特に海なんかっていうのは境界線がないですよね。境界線が生まれるとすれば、それはその入れ物になるもの、その容器になるものが境界線になるだけであって、水の中でその境界線を引いたりっていうのは無理ですよね。水の中にポトンと何かをね垂らすと
絵の具とか何でもいいんですけれども、そういうものを垂らすと等しく広がっていきますよね。そういう感じで対自分に関してはそういった水のように全てを受け入れるっていうことがですね、受容性を表す水ですので、全てを受け入れるっていうところが大事になってくると思います。つまりその自分の内側に対して境界線を引いているっていうのは、例えば自分のこういうところは受け入れられるけれども、こういうところは受け入れられないみたいな線引きをしていると思うんですね。例えば自分って良くないと思っている部分とかですね、こんな怠け者の部分はダメだとか、贅沢な、ね、部分はダメだとか、性格が、ね、悪い部分はダメだとか、いろいろあると思うんですけれども、そういった線引きを全て取っ払って、そのまんまの自分全部を受け入れるっていうことが、ね、大事になってくると思います。それが自己愛の第一歩ですね。やっぱり人間ってですね、そうやって線引きしてるんですよね。でその線引きをするきっかけになったのがちっちゃい頃の出来事だと思います。まあ、トラウマになっているっていうことですね。例えばその自分の怠け者の部分が両親に受け入れられなかったとかですね、そんな怠けてたらいい大人になれませんよとかって怒られたとしますよね。怒られるっていうことは子供ながらにですね、その愛情を受け取れないっていう風に感じるわけなんですよね。こんな怠け者の自分では愛されないっていう風に感じるので、その怠け者の自分の部分に線引きをして、これが出てこないようにするわけなんですね。そうすると怠け者にならなくて済むので、両親から愛される自分でいることができるわけなんですね。こうやってトラウマっていうのはできていきます。トラウマっていうとね、何かこうすごいことが起こって、そのショックでね、トラウマになってしまうっていう風に考えられがちなんですけれども、こういった何でもないようなこと、親から怒られるとか、そういったこともですね、子供にとってはトラウマになるんですよね。でその時に自分で境界線を引いて、自分の一部をですね、もうここは受け入れられないから、もうこっちに入ってくるな、自分のね一部として入ってくるなっていう風にしてしまっているわけなんですよね。でその境界線を取っていくっていうのが大事になってくると思います。それが自己愛の第一歩ですね。で逆に外側に関しては対外ですよね。外側に関してはちゃんと線引きをするっていうのが大事になってきます。これは自分にとって必要のないものだから、これはもう自分の中に入れませんっていう感じでですね、例えば女性なんだから30歳までに結婚しないととかいうね、その周りからの目、これは自分にとっては必要のないものだから、もうこれは境界線を引いて自分の中には入れませんとか、そういうことですね。人をシャットアウトするとかそういうわけではなくって、周りからの、まあ、そういう重圧とかですね、プレッシャーとか目に見えないものを表しています。まあ、時にはね、その人をシャットアウトする必要もあるかもしれません。それが自分にとって害をね、なす人である場合はそうかもしれないんですけれども、そういう感じで自分の内側はですね、境界線を設けずに全てを受け入れる、そして対外ですね、外側に関してはちゃんと線引きをして、自分にとって必要のないもの、害をなすものは入れないようにする。それが前半のね、4月前半の、まあ、課題というか学びになってくるんじゃないかなと思います。では4月後半の運勢を見ていきますね。またこちらのオラクルカードを引いていきます。はい、こちら The Coyote のカードですね。コヨーテのカードです。はい、こちらトランスフォーメーションのカードですね。なるほど。はい、こちらナインオブソーズ、ソードの9のカードですね。なるほど。なかなかね、興味深い組み合わせが出ましたね。このね、ソードの9のカードとトランスフォーメーションっていうのはシンクロしてる感じがしますね。まあ、トランスフォーメーションっていうと変化ですよね。その
さなぎが蝶に変化をするような、そういったね変化を表しているんですけれども、それとこのソードの9っていうのは関連性があるんじゃないかなと思います。でソードの9っていうと、まあ、一般的にはというか、もともとのタロットの意味ではですね、悪夢を表したりとか、ね、精神的に苦しめられるようなねことを表したりとか、そういうカードなので、嫌われるねカードの一つではあると思うんですけれども、これはですね、さなぎが変化を遂げる時の過程を表しているんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でそのさなぎの中でですね、何が起きているかっていうと、一度ですね、その幼虫の青虫とかですね、その幼虫の体がドロドロに溶けるらしいんですね。でその時の、痛みを感じるのかどうかはわからないんですけれども、一説によるとその時の痛みっていうのはすごく耐え難いらしいです。それぐらいものすごい経験をしてですね、そして綺麗な蝶々に生まれる変わるらしいんですよね。やはりその変化を経験するって、それぐらい凄まじいことだと思います。エネルギー的に変化をするっていうことはですね、なのでそれだけですね、ショックなことがあったりとか、傷つくようなことがあったりとかあるかもしれないんですけれども、それはあなたがですね、綺麗な蝶に変身するための一つのプロセスであるわけなんですよね。トランスフォーメーションのプロセスになってくると思います。なのでもしもですね、後半にかけてそういった辛いこと、特にですね、対人関係で起こるんじゃないかなっていう気がしていますね。こちらのテーマと照らし合わせるとですね、人間関係の悩みであったりとか、誰かからね、傷ついくようなことを言われたりとかされたりとか、人を通して、人間関係を通してそういったね辛い思いをすることもあるかもしれないんですけれども、それはですね、あなたが蝶としてこう一皮むけてですね、新しい自分に生まれ変わるためのプロセスというふうに認識していただくといいんじゃないかなというふうに思います。でおそらくそのプロセスをですね、こちらのコヨーテのスピリットさんが、見守ってくれているというか、サポートをねくれていると思うんですよね。でこのコヨーテっていうのは、私の解釈にはなるんですけれども、狼さんよりももっとですね、そのスピリットに近い存在であると思うんですよね。でその、神様というか、目に見えない存在 の, お手伝いをしたりとかね、そういうこともあると思うので、ちゃんとあなたにとって必要なサポートっていうのは入ってくると思います。ただむやみやたらにその傷つくようなことがあって、でそこからですね、立ち直れなくなったりとか、鬱になってしまったりとかですね、人生をね諦めてしまいそうになったりとか、そういうことではなくって、ちゃんとそこから必要な学びを得てですね、トランスフォーメーションが起こるようにサポートっていうのは入るんじゃないかなと思います。なので辛いことがあったらですね、こちらのコヨーテさんを思い出していただいて、こちらね、すごく可愛らしい顔をねしてらっしゃるコヨーテさんだと思うので、ちゃんと自分にですね、サポートが入っている、自分は一人じゃないんだ、守られている存在なんだっていうことをですね、実感していただくと、そこからですね、このソードの9のカードの状態から蝶に変身するっていうのがスムーズにねいくんじゃないかなというふうに思います。なのでこれはですね、人によって、どういう経験をされるのかっていうのは変わってくると思います。人によってはね、後半ね何もなかったよっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、準備がねできている、このトランスフォーメーションの準備ができている方はですね、それ相応の経験っていうのがあると思うんですけれども、全てはあなたにとって必然的なことが起きるということなので、何が起こってもですね、嘆く必要はないと思います。自分にとってちゃんと必要なことが起きているっていうことをですね、認識していただくといいんじゃないかなと思います。そうしていく中でですね、この愛の循環っていうのはさらに加速していくんじゃないかなと思います。自分の自己愛もそうですし、自己愛もね深まっていくと思いますし、周りとのね愛の循環っていうのももっとね深まっていくようになるんじゃないかなと思います。
では最後にですね、乙女座さんに薬絵カードを1枚引きたいと思います。4月はですね、心身ともに疲れが溜まりやすかったりすることもあると思うので、こちらの薬絵カードを引いていますね。こちらはゴッドレターですね。鼻の通りをスムーズに、能力を飛躍的に向上。なるほど、こちらもね、確か他の星座さんで出ていたと思うんですけれども、まあ、こっち向きでね出てましたね。まあ鼻っていうのもそうなんですけれども、呼吸器全体ね気をつけていただくといいんじゃないかなと思います。特に呼吸っていうのはねすごく大事なんですよね。頭とかその脳とかね、細胞に酸素がちゃんと行き渡るっていうのがとても重要になってきますの で、特にストレスを受けている時とかですね、忙しい時って必ずと言っていいほど呼吸が浅くなってるんですよね。でそういう時ほど一度ですね、手を止めて意識的に深呼吸をね、深い呼吸をしていただくといいと思います。でその時にですね、こちらの薬絵もですね一緒に眺めていただくと効果は倍増するんじゃないかなと思います。まあ、鼻の通りがねスムーズになるっていうことなんですけれども、それと同時にその呼吸もね深くなっていくんじゃないかなと思います。あとはその潜在能力の開花ですね。やっぱりその酸素がちゃんと体の隅々まで行き渡ることによってですね、自分が持っている本来の能力ですよね、まあ、免疫力とかもね入ってくると思うんですけれども、それが 100% 開花されるということになると思いますので、4月のねあなたを支えてくれるようになるんじゃないかなと思います。なのでぜひこちらの薬絵もご活用ください。ということで以上になります。はい、ではヤギ座さんの2021年4月の運勢を占っていきたいと思います。まずはですね、4月全体を通したテーマをこちらのオラクルカードというかタロットカードで見ていきたいと思います。はい、こちらですね、 8 of trees、 ペンタクルの8に当たるカード、逆位置で出ましたね。なるほど、こちらのねカード、ペンタクルのね8のカードというと、まあ、職人技みたいなですね、技術を磨いたりとか専門性をね磨いたりとか、そういうカードではあるんですけれども、こちらはですねそれにプラスアルファのですね意味も加わるのかなというふうに思います。っていうのがここに描かれているのがですね、まあ、文明が発達しているといいますか、まあ、街がね描かれているんですよね。まあ、そういった感じでその現実世界での発達とかね、そういうことも表しているんじゃないかなと思います。つまりご自分の技術をね磨いたりとか、スキルアップをね測ったりとか、そういうこともあるんですけれども、それを元にしてですねご自分の現実をですねレベルアップしていくというか、アップグレードしていくみたいな意味も含まれてくるんじゃないかなと思います。でこちらね逆位置で出ているっていうのもありますので、まだそのアップグレードの時期ではないのかなと思います。っていうのがやっぱり時間がかかるんですよね。何かこう知識を習得したりとか、スキルを磨いたりとかっていうのは一朝一夕でねすぐにできることではないので、時間はかかるんですけれども、そういうことに取り組んでいくことによって最終的にアップグレードされていく、その自分の現実もですねアップグレードされていくっていう風になるんじゃないかなと思います。つまり発展していくっていうことですね。今までよりもよりその自分の理想に近い形に近づいていくっていうことになると思います。なので4月はですねそうやってコツコツと積み上げていく時期ではあるんですけれども、その先にはですね、まあ、目指したい目的というか、この積み上げていきたい、達成したい最終的なピクチャーですよね、ビジョンを描きながら取り組んでいくっていうのがすごく大事になってくるんじゃないかなと思います。つまりその自分は何を達成したいのかを先に決めて、でそれに対して必要なスキルとか必要な知恵をですね4月に身につけていく、コツコツと身につけていくという形に、ね、なるんじゃないかなと思います。
なのでそうやってある意味その逆算の思考ですよね。そういう形で取り組んでいただくと最短でですね、一番早くこの最終的なビジョンですよね、目的地に到達できるようになるんじゃないかなと思います。なのでまずはその自分が一体どこを目指しているのか、自分が行きたい先はどこなのかっていうのをね、まず明確にしていただくといいんじゃないかなと思います。で特にこれはですね、Trees のカード、ペンタクルにね当たるカードが出ていますので、物質的な面から入るっていうのすごくおすすめですね。やっぱり物質っていうのは目に見えやすいので、例えばこういう家に住みたいとかですね、こういう仕事をして海外を飛び回りたいとかですね、自分はこういうものが欲しいとか、こういうね車に乗りたいとか、こういう人間関係に囲まれていたいとかですね、こういった幸せな家庭を築きたいとか、そういったね目に見えるものから入るのすごくいいんじゃないかなと思います。昇進したいとかですね、昇給したいとか、そういうのでもいいと思いますし、具体的であればあるほどですね、じゃあ今何をしなければいけないのかっていうのが見えてくると思うんですよね。そうやって自分の人生をデザインしていく力をですね培っていくと、見えない部分にもアプローチしていくことができるようになると思います。つまり目に見える部分で自分のね人生を構築していく、デザインしていくっていうことを通して、目に見えない部分を使ってですね、自分の人生をデザインしていく、構築していくっていうスキルもだんだんとね身につけるように、そこに広がっていくっていうところことですね、目に見えるところから見えないところへも広げていくことができるようになると思いますので、最終的にですね自分の現実を思い通り、自分の理想に近いようにですね構築していく、デザインしていくためには、必ず目に見えないところもですね味方につけていく、操っていく必要が出てくると思います。なのでその前段階といいますか、その最初の一歩としてですね、こちらの4月取り組んでいただくといいんじゃないかなというふうに思います。では4月前半の運勢を見ていきますね。まずはオラクルカードを2種類引いていきます。はい、こちら The Blade のカードですね。逆位置で出ました。こちらはですね儀式的に使われる用途が主なんじゃないかなと思います。こちらは Closure のカードですね。逆位置で出ました。Queen of Swords、 ソードのクイーンですね。なるほど、なかなかね興味深い組み合わせで出ましたね。ソードとこちらの The Blade のカードはね関連性があると思います。で特にですね断ち切るっていう意味合いが強くなってくると思いますね。断ち切るっていうのはある意味決めることでもあるんですよね。 Decision っていう風に英語では言うんですけれども、決断ですよね。 Decision、この decision っていうのはラテン語の単語がね元になっているんですけれども、その元になっているラテン語の単語っていうのが断ち切るっていうね意味合いの単語らしいです。なので決めるっていうことはバッサリと切り離すっていうことでもあるんですね。つまり何かに決めるっていうことは何かをバッサリ手放すっていうことでもあると思います。そういう感じのね前半になってくるんじゃないかなと思うんですけれども、それはある意味その自分にとって何が本当に必要で、何が本当に欲しいものであって、何がいらないものなのかっていうのがはっきりしてくるっていうことでもあるんじゃないかなと思いますね。だからこそこちらのねソードのクイーンのカードが正位置で出ていると思います。ソードのクイーンっていうのはとても頭が切れる方なんですね。そして自分の現状も客観的に見つめることができますし、そして自分の目的にとってですね何が必要で何が必要でないのかっていう判断もですね、的確な判断を瞬時に下すことができるんですね。
なのでこのソードのねクイーンの後押しを受けて、前半はその自分にとって何がね本当に必要なのかっていうのが浮き彫りになってくるんじゃないかなと思います。でそうするとこちらのねカードにもカードというかテーマにもね取り組みやすくなってくるんじゃないかなと思います。自分の目指しているところがどこなのか、目指している姿が何なのかっていうのがはっきりしてくれば来るほどですね、今何をすべきなのかっていうのが分かってくるようになりますよね。あとこちらのクロージャーのカードが出ているので、これもですねある意味この断ち切るっていう意味合いとですね近い部分があるのかなと思います。クロージャーっていうのは閉じるっていうことですね。一つの章を閉じるっていうそういう意味合いになってくると思うんですけれども、つまり、まあ、別れを告げるみたいなねそういう形になってくると思います。でこのバッサリ切り捨てるっていうことは何かしら手放さなければいけないことが出てくるっていうことでもあると思うんですね。まあ、新しいことをしようとするとですね、それだけ新しいことをするのに時間が取られてしまうので、その分だけ今までやっていたことができなくなるっていうことにもなりますよね。つまりそこで取捨選択が行われているということになります。意識的にしろ無意識的にしろですね、何かを始めるっていうことは何かを終わらせるまたは諦めると同等ということになります。そのことをね表しているんじゃないかなと思うんですね。でこれが、まあ、逆位置で出てはいるんですけれども、おそらくですねその取捨選択を意識的にすることによってもっとですねこのソードのクイーンのエネルギーが強固になっていくんじゃないかなというふうに思いますね。ソードのクイーンのエネルギーっていうのはあなたがその目標を達成するためにですね最短距離で効率的にその目標に達成するのを後押ししてくれるエネルギーでもあると思うんですね。なので意識的にこれは自分に必要、これは自分に必要でないっていう風に取捨選択をすることによってもっとですねこちらのエネルギーがサポートされていくようになると思います。それだけその自分の中で、まあ、納得してやっているっていう自覚が生まれるっていうことですよね。無自覚のうちでやっているとですねいろいろと感情的な無駄とかもね出てきたりするんですよね。迷ったりとかそういうね無駄な時間とは言わないですけれども、そういったちょっとね遠回りになってしまうようなことも生じてくると思いますので、まずその納得して自分の中で取捨選択をするっていうことができるとですね、それこそご自分が目指しているところに最短で到達できるようにソードのクイーンが後押しをねしてくれやすくなるんじゃないかなというふうに思います。そして到達ねしたいところが分かったらですね、あとはそこに最短距離で到達できるようにですね今の自分にできることから始めていくといいと思います。でこちらねソードのクイーンのカードが出ていますので、賢い方法といいますか効率的な方法を選んでいくっていうのがねとても大事になってくると思うんですよね。世の中にはうまくいく方法とうまくいかない方法ってやっぱりあるんですよね。まあ、もちろんその個人差とかがあるので、一般的にこれでうまくいくって言われている方法があなたに合うとは限らないんですけれども、でもそういったうまくいく可能性の高い方法から試していくことによって無駄はね削がれていくと思います。なのでいくつかねその候補といいますか、こういう方法がいいっていうのを挙げてですね、一番良さそうなものから試していくっていう方法を取ると一番ね最短で達成できるんじゃないかなと思います。例えばそのトイックで点数をね上げるっていうのだと、おすすめの方法とかってありますよね。その巷で効果がねあるって言われている方法あると思いますので、そういった方法をいくつもですね集めて、良さそうなものから、そして自分がやりやすそうなものから、向いていそうなものからですね試していくといいんじゃないかなと思います。そして自分に合わなかったものはですねもうバッサリこちらのねブレードで切り捨てて次に、ね、行くっていう感じでいいと思います。合わない方法をですねいつまでも続けていても結果がね出ない可能性がありますので、
自分がね、自分に合う方法、続けられる方法っていうのをね、見つけるためにいろいろ試していただくといいんじゃないかなと思います。では4月後半の運勢を見ていきますね。またこちらのオラクルカードを引いていきます。はい、ウォーラーのカードですね。こちらのカードもよく出ますね。逆位置です。はい、こちらはフリーダムのカードですね。逆位置で出ました。はい、こちらキングオブワンズですね。ワンドのキングのカードです。なかなかねパワフルなカードですね。クイーンとねキングということで、すごくねいい流れになっているんじゃないかなと思うんですけれども、なるほど、なかなかね興味深いエネルギーだなと思います。この2つはですね、結構エネルギー的に類似している部分があるのかなと思うんですけれども、ワンドはねやはり火のエネルギーなの でしかもねキングということで、かなりねエネルギー的には強くなってるんじゃないかなと思いますね。まあ、こちらのカードが出ているので、おそらくですね後半に入るともう自分がやらなければいけないこともはっきりと見えてきたし、自分が行きたいところ、到達したいところ、ゴール地点っていうのもはっきりとね見えてきていると思うので、あとはそこに対してですねこうエネルギーを持って突き進んでいくっていうね、そういう段階に入っているんじゃないかなと思います。でしかも結構ね効率的にエネルギーを使えるんじゃないかなっていう感じですね。このワンダのキングっていうのはこの火のエネルギーを自在に操ってですね、目的を達成したりとか、そういったねことを得意とする、エネルギーのマスターであるわけなんですけれども、特にこの火っていうのはスピリットをね表していたりもするんですよね。つまりその魂を喜ばせたりとか、そのスピリットにですね働きかけることによって、そこから無限にその湧いてくるエネルギーを使って、そしてそのエネルギーでコツコツと頑張っていくみたいなね必要なことをやっていく、そういったことを表していると思います。つまり効率よくエネルギーをですねどんどん生産していくために、自分の魂が喜ぶことをやったりとか、今ね自分のやっていることが最終的にどういうことにつながるのかをですね自分でしっかりと認識するようにするとか、例えば欲しい車があってですね、でその車を購入するために今少しずつ頑張って働いて節約もしてお金を貯めているっていう時はですね、その欲しい車の写真とかですね、そういったものを目の前に貼ってですね、壁とかに貼って常に目に見えるようにして、携帯の待ち受けとかにもしてですね、常にその目に入るようにして、そうやってモチベーションを保つみたいな感じですね。そうやって自分の中からエネルギーが自然に湧いてくるような状態に持っていくことができればですね、すごくエネルギー高い状態で取り組んでいくことができるんじゃないかなっていうふうに思います。でそれを後押ししているのがこちらのワンドのキングのエネルギーですね。なのでワンドのキングにですね聞いてみるといいと思いますね。自分にとってどうすればねやる気が出るようになるかっていうのを頭の中で心の中でですね、こちらのキングに問いかけていただくといいアイデアがね浮かぶんじゃないかなというふうに思います。であとはですね、こちらフリーダムのカードとワーターのカードですね。こちらも逆位置で出ているんですけれども、結構ねこちら2つがエネルギーが似ているっていうのが、水も自由なんですよね。自由にどこへでも行くことができますし、最終的には水蒸気になって、そして循環をして、でまた水になってね戻ってくるっていう風に、
止めどないわけなんですよね。終わりがない、自由にこの物質世界を循環しているわけなんですね。なので水もですね、自由を象徴していると思うんですけれども、これはですね、あなたのその自由な発想に基づいてですね、何をしていったらいいのかっていうのをね、決めていくといいんじゃないかなと思います。その自分の目的を達成するために発想に制限を設けずにですね、自由にクリエイティブに発想をしていくっていうことですね。ワンドにはね、クリエイティブさを表したりすることもありますので、自分が表現じゃない、制限をね、設けなければ必要なアイディアっていうのはね、きっとひらめきとして現れるというか、キャッチすることがね、できると思います。だからこそ制限をね、設けないっていうのがすごく大事になってくるんですけれども、自分には無理だとか、こういうことはね、できなさそうとか、向いてなさそうとか、そういった制限を設けなければですね、何かしらいいアイディアっていうのは浮かぶんじゃないかなと思います。先ほどの車の例で言ってもですね、今までだったらその節約するっていうね、一択だったかもしれないんですけれども、節約するだけじゃなくって、収入を増やすっていう選択肢もあるわけなんですよね。で、その収入をどうやったら増やせるかっていうのもですね、制限を設けずに、ただアイデアとして自由にポンポン出していくと、その中からですね、あなたにとっての正解が出てくる可能性が上がると思うんですよね。例えばその今ね、副業はダメだからとか、今ね、時間がないからとかいう制限をかけて、選択肢を狭めていくとですね、正解が見つかる可能性っていうのが低くなってしまうんですね。そうではなくって、制限を一切設けずにですね、ただのアイディアとして自由にポンポン出していくっていうのがとても重要になってくると思います。で、その中からですね、あなたにとっての正解っていうのも見つかってくると思いますので、ぜひですね、こちらのアドバイスを参考にして実践していただくといいんじゃないかなというふうに思います。では最後に山羊座さんにですね、薬絵カードを1枚引いてみたいと思います。4月っていうのは心身ともにですね、疲れが取れにくかったりすることもあると思いますので、こちらね、1枚引いてみます。はい、こちらはレッドフラワーですね。生理時の腰痛、PMS をケア、モチベーションを向上ということで、結構ね、第一チャクラに働きかけるようなエネルギーだと思うんですけれども、特にね、生理痛がひどい方とか、PMS がね、ひどい方とかは、こちらの薬絵を眺めていただくだけでもですね、効果はあると思いますし、こちらの薬絵を持ってらっしゃる方はですね、子宮の部分とか生殖器の部分にですね、このお腹のところに当てるだけでもですね、かなり効果が伝わるんじゃないかなというふうに思います。あとはこのモチベーション維持にもなりますので、やる気がね、ちょっと下がったなとかいう時は、こちらの薬絵見ていただくといいと思います。スクショしてですね、待ち受け画面とかにするのもいいと思いますし、必要な時だけね、眺められるようにしておくのもいいと思います。もちろん画面越しにでもですね、ちゃんとこちらの薬絵の波動っていうのは伝わってくると思います。で、男性の方もですね、こちらは生命エネルギー、底力ですよね、お腹からその湧いてくるエネルギーが湧いてくるような、そういった作用もありますので、ぜひね、こちらも活用されるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで以上になります。いかがでしたでしょうか。全部の星座さんのリーディング終わりましたけれども、なかなかね、地の星座さん全体を通して地のエネルギー結構強いなというふうに感じました。4月はね、芽吹くエネルギーでもありますので、現実創造っていう点がね、すごくテーマとして大きくなってくるっていうのが、地の星座さん全体に一貫していることなんじゃないかなというふうに思います。これからですね、ご自分の望む現実を作っていけるように意識していただくといいんじゃないかなと思います。
では最後に今回使用したデッキさんのご紹介をしていきますね。4月全体を通したテーマをこちらの Cosmo Visions Oracle で見ていきました。こちらはですね、オラクルとは言ってるんですけれども実質タロットカードですね。ただ小アルカナのスートが5つあります。変わったデッキさんですね。そして前半後半と引いていったのがこちらのミスティカルシャーマンオラクルカードですね。こちらはコレット・バロン・リードさんのデッキになります。そして2つ目がこちらのスペルキャスティング・オラクルカード。こちらはですねライトワークスさんからもうすぐ日本語版が発売されるようです。そしてタロットカードがこちらの The Enchanted Tarot 25th Anniversary Edition ですね。こちら箱もデッキさんも大きいです、すごく。そして最後に引いたのがこちらの薬絵カード第2弾になります。ということで以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いつもチャンネル登録、コメント、高評価とても励みになっております。ありがとうございます。では次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。